毎度ネギ前です。なんかねこの辺が今オロナイン塗ってるんですけど、ニキビ吹き出物がねすごいできてきて赤くねなりつつあるんですよ。このまま悪化したくないんですけど、とりあえず動画を何本か今日撮りたいから化粧していきます。おうち時間の準備、今日はねもう朝起きた直後に洗顔してるので水洗いします。とりあえずぬるま湯でねオロナインだけ落としました。血出てきた。今日はこれだけにしておきます。ファンケルの今日はちょっとサクサクと化粧していきます。化粧系もねなんかダラダラやっちゃいがちだったんで、サナエクセルのこのブルーの化粧下地です。パフ用意するの忘れてた。下地とかリキッドファンで伸ばす系は断然このロージーローザーのこの種類がねおすすめ。黄色もあるよ。シュシュシュくまして、ティッシュでね水分を軽くオフします。で伸ばす。これねすごいサラサラやけど、ただ今肌がボロボロになりかけてるからちょっと物足りひんなっていうのはあるけど、このキャンメイクのコンシーラーピンクでね指で取って、ちょっとニキビの気になるところあんまもう触りたくないけど動画のために変えてもらう。まあ、ニキビが気になるところにね軽くポンポンって塗っておいて、あと口角のここのところにもくすみ飛ばしで塗っておきます。マシュマロフィニッシュパウダー、これもめっちゃ軽くはたく感じで、チークは最近よく使ってるこのビセリシェのチーク使います。ただチークねいつものしてたところとかもニキビができてるから、これもね最近よく使ってるイニスフリーのリップ、一旦下唇に塗ってからうってやって伸ばして、その後に上唇の輪郭に沿って引く。じゃあハイライトもキャンメイク、これも指にとって鼻先のところにちょんってのして、鼻筋のところもポンポンポン。眉毛も最近ねキャンメイクのやつで紹介したペンシルとパウダーとあとブラシが一緒になってるやつ、今日かなり平行眉にしてみたけどここが濃すぎた。でアイシャドウ、これ久々に使うケイトのこの赤っぽいアイシャドウ、めっちゃ赤。これもキャンメイクのジェルライナー、これはまつげの際埋めるのにめっちゃ最適。気持ちちょっとこの目頭切開のところにも線入れました。でさっき忘れてたけど、このアイブロウのやつをもう一回取って、この涙袋の鍵を出します。で涙袋をぷっくり、このペリペラ、これちょっとね直にやるの怖いからこんな感じで手の甲に取って使ってなかった指とか、これで目元ぷっくり。でもニキビってすごい人相変わるよな。したらあと最後は眉毛、じゃあまつげ、これはね友達からもらったトーンのマスカラです。この色がね可愛くて、バーガンディこんな感じの色、なんか赤すぎないからすごい使いやすくて、これを塗って終わります。そんなにねカール力がめっちゃあるってわけじゃないけど、すっごい自然なまつげにしてくれる。最近ねちょっとだけこのまつげを塗るところができつつあるんですよ、下まつげ。はい、これで顔面は終わりです。あと頭、これねつけます。髪の毛乾いた時に使うっていうか、まあ髪の毛濡れててもタオルドライした後とかにも使えるんですけど、洗い流さないトリートメント的なこのスプレータイプ、これをねつけておきます。でスプレーだからなんかそんなビシャビシャになるっていうこともなくてすぐに乾くから、このままアイロンもしちゃいます。でアイロンは私はこのテスコムのやつで155度でいつもやってます。なんかね美容師さんとか人によったら180度とか高めの温度で一発でこう通してやる方がいいっていう人もいたら、低温とかでこうね 2,3 回とかに分けてやる方がいいっていう人いろいろ意見あると思うんですよ。私も美容院いろんなところ行ったけど両方言われたことあるからどうしようって思った結果、私はね155度でやるのが一番髪質的には合ってるなって思いました。髪の毛は私は基本的にね一回こう髪の毛取って、髪の毛のこの束を整えると同時にこう一回熱を軽くだけね軽く挟んで通して、でその後に自分のしたい今日やったら内巻きにやってます。内側はね最近髪の毛伸びてきて結構やりやすくなった。はい、これでこっちは終わり。片方別に1分あればできる感じかな。ちゃんとその前日ドライヤーとかして乾かしてたら。でこのねインナーカラーでブリーチしてるところが特にパサつきやすいから気をつけてケアしないと。でブラシで溶いてなんか変な方向に跳ねてなったらそこだけ直す。でも今日は意外とうまくできた。
前髪はこの真ん中の髪の毛だけ軽くでやってすぐにほぐす。前髪を巻きすぎたらね、私すごい変なことになるから、これはすぐほぐす。で最後にこの3コインズでね、前に買ってたピンを留めて終わり。完成。ちょっと重たいっていうか、髪の毛があんまり軽くここの耳にかかるように、こっちもなんかピシって揃えすぎない感じで、手ぐしで取ってまとめてゴムで留める。これも3コインズかな、ストレートでいいわと思ったけど、最後ねこの耳のところに、最後ここくるんとねアイロンで巻いて終わりです。これはねこんな感じになってる。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。動画を撮影する前の準備動画でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。毎度ー。